ょう。はい、はい、はい、うわナイスです、さとちゃん。ナイスアウト。チップインしました。おいおいおい、今言ってたよ。ナイス、ありがとうございます。ナイス、すごいです。皆さんこんにちは。こんにちは。チャンネル九州塾ジャイアントッチ土屋です。佐藤ちゃんです。ということで今日は宮崎県宮崎市トムワトソンゴルフコースにやってきました。イエーイ、トムワトソン。めちゃくちゃ暑いです。暑いですね。いやいや、あ、そういえば佐藤ちゃんは佐賀桜マラソンぶりじゃないですか。そうですね。ありがとうございます。今日はゴルフ対決ということでですね、非常にお上手と伺ってます。こういう体を張った客の時だけ呼ばれる佐藤ちゃんでございます。すいません、いつも頑張ります。はい、ということで今日は人気 YouTuber の方に来ていただいてゴルフ対決をするというような企画になってますので、もう早速ですね、人気 YouTuber の方々をお呼びしたいと思います。ゲストをお呼びしてます。どうぞ。よっ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 。ということで、元 HK で、はい、今ゴルフタレントをされている山本真央さん。はい、山本真央です、ね、よろしくお願いします。そして独学アマチュアゴルファーの宗光徹さん。はい、トールゴルフ TV、宗光です。お願いします。お願いします。今日は宮崎までありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。います、本当ワクワクしてますんで、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。何かこう意気込みとか、もしよかったら一言ずついただけますでしょうか。はい、はい、今日めっちゃ天気良くて、まあ、初めてなんですよ、トムワトソンゴルフクラブゴルフコース来るの初めてで、すごい楽しみです。勝ちます。で、トールゴルフ TV 宗光です。今日は、まあ、ちょっと9ホールだけということ で、ね、いつもガチンコのなんかストローク勝負してるんで、今日はゲーム性を取り入れて、はいはい、でチーム編成もいろいろあるみたいなんですけど、はい、とにかく勝ちたいと思いますんで、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます今日はですね、チームに分かれて、私と宗光さんチーム、はい、で佐藤ちゃんと山本さんチームで、はい、9ホール、はい、9ホール回っていきたいと思いますので、皆さん楽しみに見てください。行ってみましょう。イエーイ。行きましょう。なるほど。走るんですね。はい、ということでですね、今からラウンドしていきたいと思います。はい、早速なんですけど、ルール説明をさせていただきます。はい、9ホールですね、ゲームは回らせていただきます。で、各ホールで勝負を行います。で、最初の1打目は4人全員打つんですけど、2打目から、チームのいい方のボールを選んで交互に打ってカップインをするというような、はい、で、少ないスコアの方がそのホール勝ちというような内容で勝負していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。お願いします。ルール大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。ちょっと緊張してきました。はい、面白そうなんで、ね、ありがとうございます。はい、もう一回最初から説明してもらって、よっしゃ、じゃあ行きましょう。レッツゴー。はい、お願いします。お願いします。お願いします。最初はグーじゃんけんぽん。じゃあ先ですね。あと先で、まあ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 、お願いします。お願いします。あります。ごめん、あとよろしくお願いします。あとよろしくお願いします。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 
よろしくお願いします。やばい。よろしくお願いします。オッケー。力強い。あ、ね、見たのところに行った。ちょっと左だけど。すごいね。頑張って出します。いやー、1回目。二人とも左に。左行っちゃった。松の洗礼をちょっと。ですね。どうしよう。あったあった。いや、これはダメだ。木の。あ、でも一緒だ。一緒のとこだ。どっちが年かかるんだよ。こっちですね、多分ね。そうですね、こっちだ。私のボールを選択したので、はい、もうそれはさとちゃんに、はい、プライベートならこっちなんですけど、やっぱり動画的にはこっちでしょうね。そうですね、もう OK。 よし、聞いてください。今日さとちゃんとウェア一緒なんですよ。ブランドが一緒ですよね。それバレちゃう。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 ちゃう。7番で低いの、はい、お、いいんじゃない。お、いいよ。 おい、ナイスナイスです、さとちゃん。ねえ、やばい。全身 OK。 やばい、ごめんなさい。全身 OK。 本当にごめんなさい。全身 OK。 体が浮いてる。 OK。 ちょっと落ち着いていこう。ちょっと緊張してるんじゃないですか。すいません、1打目失敗しました。早速緊張しますね。めちゃくちゃ緊張しますよ。だってトールゴルフのトールさんとフルーツさんとやられてるんですよ。あ、でも当たっただけで最近ゴルフはいけてなくて、いけてないですよね、はい、もう練習、この企画のために練習を 2,3 回行かせていただいた。ラウンドはじゃあラウンドはもう半年ぐらい行ってない。行けてないんですね。久しぶりの。いやいや、それだったらもう当たっただけで。ありがとうございます。あと8ホールあるんで。238です、ね。238。はい。宗光さんやったら何番ですか。僕だったら、もうこの感じだったら、バンカー右にあるんで、左狙ってピン狙うんですけど、7番とかで150ぐらい打てたな。狙って、7番で150出せるように。はい。出てこい出てこい出てきた。あ、どこ行った。見に行きましょう。はい、行きましょう。見に行きましょう。ピンチですね、これは。ピンチです。 OB はないです。 OB はないんです。 OB はないで大丈夫です。 OB はないです。はい、じゃあ行きましょう。やべ、めちゃくちゃ迷惑かけてる。いやいや、面白い。いや、ピンまでめちゃくちゃ難しい。120ぐらいしかないんですけど、いや、上も下も無理ですね。トムワトソンに来たって感じです。すごい、ちょっと曲がっただけで。こっち行きます。ピッチングで出します。上の枝がちょっと怖いですね。OK、ナイスショット。あー、ちょっと奥行った。おー、ナイスショー。行った。いい感じ。ナイス。それ、ダメだ、止まった。うわー、左に引っ掛けてる。あ、大丈夫。大丈夫、大丈夫。むずー、これ。35。あっちが先かな、山本さん。これ難しいな。今何オンですか。5オン。ピンチだこれ。いや、これ内もも次乗るんで大丈夫です。いや、これ厳しいですね。これは土の上ですもんね。すいません、謝ることしかできません。いや、これちょっとバンカー入る可能性大なんで。バンカー大丈夫ですか。いや、やばいな。うまい、うまい、いや、危ない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 。うまいそう。いや、よかった。うまいそう。よかった。弱いか。重たいって。弱い。弱い。しかも全然。弱いっす。全然違う。はい、すいません。よし、よし、よしじゃない。まあ、いいやろ、OK で。ありがとうございます。ありがとうございます。でも引き分けですから。来た、うまい。いやー、これはこういうこれはこういう
違うわ。ダメだった。これ OK じゃない。OK です。OK 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 です。はい、イーブンで。引き分け。やっぱ人に優しくしておくと自分に返ってくる。引き分け。打ち壊したかと思った。いやいや、いい勝負ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ついていただいて。もうちょっと。ちょうどいい判断だったんですよ。ちょうど。ナイスアウトです。ありがとうございました。ありがとうございます。なんか共同作業みたいになってます。素晴らしかった。ということで、インの10番は88で、トリで同点ということで、ちょっとチョロいっぱいしたので、ちょっと頑張ります。いい勝負ですね。いや、本当に、1ホール目からぶち壊してしまったんかなと思ったんですけど、良かったです、本当に。とりあえず、一旦引き分けということで。そうですね。はい、引き続き2ホール目。2ホール目。これがもう、綺麗これ。シェラトン。押してる。まんまですね。気持ちよく。白田さん、ぶつける気持ちでやってる。ぶつけちゃう。うわあ、左行った。左に行ってる。ホテルに当たったんじゃないか。ホテルに当たったかもしれません。申し訳ございません。ご迷惑をおかけします。いや、球強い。じゃあ、140ヤード、ピッチングでいきます。ピッチで、すげえ。ナイス。うそー、ナイスオン。ピッチングで、うまいそー。ありがとうございます。すげえ。よしよしよし。ありがとうございます。先行きます。いいですか。これでひとまず、すごいセーフですね。ピッチングで140、多分届いてると思います。左、あら、いった。あ、うん、ありそうですね。ホテル当たったかもしれないです。パンって言ってな。7番でいきます。うまい。ちょっと左で行っちゃった。うん、大丈夫そう。大丈夫そうですね。はい、ナイスショットでした。いや、ありがとうございます。すごい。いや、これピッチングで140と、ピッチングで140ぐらいですね。だって最初始めた頃って大体ピッチングで100とかっていう、はい、そうです、110ぐらいだったですね、ですね、前は。それやっぱトレーニングしたりとか、やっぱそれで、そうですね、だんだんこうスイングを改良していってしていって、で、それで番手も勝手に上がるようになりました。あ、じゃあ全部の番手がこうどんどん上がってったんですか。はい、最初よりかはもうドライバーもアイアンも30ヤードぐらいは変わりましたね。メッソン、ます、メッソンです。ありがとうございます。はいはい、ボール拾います。ボール本番、あ、取ってない、取ってない。ちょっと選んでどっち見るか。あ、どっちします。こっちですね。面白くないね。面白くないね。アプローチだとこれに当たりそうやな。これに低いので、あ、でかいかな。あ、ごめんなさい。バンカーではありません。大丈夫です。よかった。すいません。ってことは、ってことはちょっと2パットでパーでいけるってことですね。いけるってことです。いけます、いけます。あ、でも山本さんがチップインする可能性があるので。山本さんめちゃくちゃうまいから。いやいやいや、上手ですね。チップインします。チップインします。おい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 、今言ってたやつ。チップインします。言ってたやつ。うまい、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 あ、下ってる、やばい、止まった。うまい、うまい、入れ、うん、フォーオンですね。ナイスユーロクティブ、フォーオンです。フォーオンで取って、もう、もう、もう、OK ですね。 OK ですね。はい、OK です。なんか余裕ですね。イエーイ。いい、入る。お、よい。お、わー、ナイス。ナイスパット。ナイスパー、ナイスパー、ナイスパーですね。入れて、ナイスです。ナイスです。いいですか、じゃあ入れます。お願いします。やられた。ありがとうございます。やられた。ありがとうございます。綺麗じゃない。
練習もまあまあ行かれる。でも本番、ね、でもなんかよくインスタ見る感じだとすごいラウンドしてるイメージが。そう、地元に帰ってきた時に練習行くぐらいで、基本はもうラウンドです。基本はラウンドで。取られちゃいました。取られちゃいましたごめんなさい。もうよし、頑張ろう。次頑張ろう。やります。緊張してます。いや、さすがに。でも久々のゴルフはめちゃくちゃ引っかかってるし、でやっぱこの松の木がここにちょっとでも曲げたらなんか怖いじゃないですか。プレッシャーが、ね、プレッシャーが。よっしゃ、よっしゃ、スピード速い。速い。よいしょー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 。気持ちいい。すごい。こんなもん見ちゃいかんな。力が入るな。なんじゃこりゃ。ありがとうございます。よいしょー。よいしょー。大丈夫、大丈夫。ナイスショー。では、ナイスです。ナイス、ナイス。なんか転がってってね。ナイスです。オッケー。ナイス。ショート。あ、なるほど。ヘイ。先にドライバー打ってきました。よし。5番ユーティリティです。OK。入った。バンカーじゃないですか？バンカーじゃないですか？いやいやいや。何年前ですかね。3、4年このドライバーですか。前ぐらいに買って10.5 のロフト。よくそれも分かってなくて、なんか打ちっぱなしでいい角度になった時を、はいはい、やつをもうずっとそのままでなんか自分で調整してやってた。いやでも多分土屋さん今身長が190、190、ヘッドスピードが動画で伝わってるか分かんないですけどめちゃくちゃ速いです。ありがとうございます。で 70g の S なんで多分シャフトが追いついてないんじゃないですかね。いや、なんか硬いのがいいかも。柔らかすぎるってことですか。はい、柔らかいし硬い。硬いって S は、X が一番硬い。まあまあ S も硬いんですけど、もう一個上に X ってあるんですけど、 X、 はい、X ぐらいじゃないともうしなりすぎてたんで、まず合ってないってくるんですね。はいはい、怖いです。いやあの飛距離見てください皆さん。いやあそこまで行ってます。あそこまで行ってます。えげついて。いつもその YouTube で見てましたけど、はいはいはい、実際に見てこの距離感の飛ぶのはすごい。すごい。じゃあ2打目ですね。いきます。ダメ、ダフル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 。うまい。でかいじゃん。いいですね。おお、すごい、戻ってきた。ナイス。幸運です。ナイスです。うまい、うまい、ああ、うまい。ナイス、ナイスです。ナイス。20ヤードぐらいですね。54度でいきます。ストップ、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 早い、ストップ。まずい、すいません。すいません。ちょっとオーバー。4打目、パーパットです。4打目パーパット、はい、入れます。うまい。お、うまい。やめてー。ナイスです。ナイス、ナイス。うまい。ダメ。これマークマークだけです。よし、来い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 。負けですね。素晴らしい。素晴らしいです。ナイスパー。マークしたのに。すごい。ナイスです。ありがとうございます。すごい。よし、ね。ああ。ああ。お、お、すごい。落ちてきた。落ちてきた。いいとこ。落ちてきた。ナイス。何かな。ナイスショー。バッチリ。いや、すごい。頼りになるわ。ナイスショーです。
っちのキャプテン頼りになるわ。ナイス。スピード。うわあ、ナイスショー。ナイスショット。ナイスショット。ナイスショット。ナイスです。ありがとうございます。私のボールを、はい、お願いします。はい。選択したので、さとちゃんお願いします。あ、そうか。さとちゃんお願いします。うん、どこに打ちましょうか。こちらですね。あそこ。ナイスナイス。ありがとうございます。めっちゃいい感じの。下目が引っかかってる時って何が発生してるんですか。はい、今ちょっと構えてもらっていいですか。クラブで。そうですね。今ボールどこら辺に置いてますか。真ん中です。はい。かかっているときはもうちょっとボールこっちでもいいかもしれないですね。ちょっとなんですよ。はい、右足寄りでもこういう短いクラブは特に左行きやすいんで。今つま先上がりなんで、はい、これも左行きやすい理由の一つなんですよ。はい。ただミートできてるんで、もう全然 OK です。あ、わかりました。はい、チョロがないんで前に行ってるんで完璧です。ちょっと今のじゃ意識して。そうですね。右足寄りで。ちょっとだけで。はい。二打目。アドバイスいただきました。115ヤードですね。115ヤード、はい、115ででも僕サンドで S で打つの初めてかもしれないです。大丈夫です。いい、ナイス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 、ありがとうございます。ナイス、ナイス、ナイス、ありがとうございます。アドバイスいただきましたので早速距離ぴったり、早速多分乗ってますね。本当ですか。はい、いやー、行ってみましょう。全然左行ってないですね。いや、今行かなかったです。ナイスです。ちょっと右足寄りに寄せただけなのに、はいはい、うわ、すごい近いんですけど、ツッチーさん、めちゃくちゃナイスショットです。めっちゃナイスショットですね。すごい、おお、これはでもこっちかな。それでは物語が生まれないですね。これ、あ、お、ナイスバウンド。あ、だけど大バカ。ナイスバウンドだ。すごい、ナイスです。ありますか？乗ってます。出ました。ナイスです。ありがとうございます。ナイスです。すごい。なんでも完璧ですね。いや、S で。手加減して打ってる感じがあったから、はいはい、今までは。いや、このガタイなんで、やっぱ全然飛びます。ありがとうございます。ドライバーも、それこそシャフトを変えたら、多分もう本当にまっすぐ行き出すと思います。本当は楽しくなってきますね。いやいや、楽しいと思いますよ。今まだちょっと楽しめてない自分がいつもいるんですよ。本当ですか。どこ行くか分かんないから。もうすごい上手いっす。マジで優しいです。優しい。いや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 、宗光さんめっちゃ優しいっす。いや、めっちゃ優しいっす。ヘイヘイヘイ、うまい。うん、ナイスタッチ。オッケーです。オッケーです。いきます。うん、消えたか。ナイスタッチ。いや、早い。ナイスタッチ。ありがとうございます。オッケーかな。ありがとうございます。パーパット。ナイスパー、参りました。やばい。ナイスパー。宗光さんのアドバイス、すごい、いただいた通りに打って早速成果が出ました。すごい、すごい、動かしてもらったの。あ、そうです。左に引っかかってる時どうしたらいいですかっていうのを早速さっき見に行ったもんな。嫌ですね。いや、トムアトソンを感じました。今あの木嫌だろうなと思ったんですよね。低めのクラブを持つべきでしたね。よし、次行ってきます。次が14。
バンカー、バンカー距離感良さそうです。ありがとうございます、はい、よいしょ。おー、ラッショー来た。よいしょ。あ、ちょっと手前、バンカーですね。手前でした。ダブルバンカー、バンカー。おー、ナイスショー。ちょっと左、ナイスショー。あ、いやいやいや、手前、手前ですね。ナイスです。ナイス、ナイスです。おー、ナイス、おー、ナイス、おー、ナイス。え、超える？ナイスショー、ナイスショー、ナイス、ピンチ。ナイス、頼りになるな。え、今何番ですか？5番ウッドです。すごい、バンカーなさそう。あ、これ僕のですね。バンカー、どっちがいいですか？僕のバンカー。この距離感のバンカーを選択するか、はいはい、まあ、あの高めで近いピンチかを選ぶか。じゃあこっち行きますか。でもね、3番から、はいはい、かそっちのバンカー、そっちの見たいけどな。僕のバンカー誰も需要ないですって。ないな。バンカー、そうっすね。ポイントは、いやいや、もうそんな、僕はアマチュアなんで、もうしっかり出ればいいかなっていう感じです。はい、だいぶフェイス開きます。僕は、はい、ちょっと開くタイプなんで。めっちゃ開く。うわー、ナイス、うわー、ナイス。ストップ、ファイル、ストップ、ストップ。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、ちょっとスライス登って下ってスライス。ちょっとあれ見たらちょっと痺れるね。ちょっと緊張感が高まったね。バーディーパット。意外に転がる。あ、転がる転がる。おー、意外に転がる。めっちゃ転がった。来た、来た。うわー、ちょっと強すぎた。いやいや、ナイストライ。うわー、くじなし。そうやって置きに行くもんね。お先、お先、ちょっと。じゃあすいません、お先に入れます。入れて、やばいな、ちょっと。ありがとうございます。ボギー、ボギーですね。ナイスです。おー、ナイス、ナイス、ナイス、ボギー。ナイス、ボギー。男前だった、今。すごい。今の力強さ良かったですね。許せた。弱くいっちゃうと、僕みたいになる。どう、あ、1 個, 1個まだ勝ってます、はい、今のが引き分けだ。今のが分け、はい、じゃあ2対1ってことです。2対1。よし、さあどうなることでしょうか。頑張りましょう、はい、1本もちゃんと行ってる。池がある。池があります。池がある。怖いですね、はい、池があります。池がある。気をつけたよ。はい、池に入れろと。池がある、気をつけた。あんまり意識すぎたら池入っちゃうからね。そうなんですね、ゴルフってそういうスポーツってよく伺うんですけど、ここは思いっきり超えていきたいと思います。役者やの。やるね。やると思ったけど、やっぱやる。狙ってやれる方がすごいですよ。本当に。台本通り。ありがとうございます。いや、今の見て不安になりました。いや、取れたくな。あ、いい振り、ありがとうございます。ルーさん、目の前にある水ですよね。あ、なんていうんですか。池ですよね。池です、はい、あるあるですね。怖。池あるある。いつもやったら怖くないんですけどね。確かに。勝負。すげえ。すげえ。大勝。ありがとうございます。おー、気に当たった。でも木に当たって、めっちゃ右に蹴った。右に行きましたね。めっちゃいいとこ。上上に。おいしょー。でも大丈夫？余
この池に。全然本当に、はい、入れるつもりなんて全くなかったんですけど、ああ言われると言われた分力んでしまって、プレッシャーがある。それを跳ねのけるショットで、いやもうちょっと木に当たってしまったんですけど、わー、近ーん来ましたね。やっぱこんだけ木があったら当たってもしょうがないかなと思いながらちょっとやります。どうしよう、でもここしかないですよね道は。あ、飛びすぎじゃない、飛びすぎやない、行きすぎましたよね。ナイス、ちょっと良かったですね。全然この力感だったら完璧ですね。やっぱもう力入っちゃうんで、わーってやるんで、そういうことですね。ドライバーのすごい速いですもんね。あのクラブの先端をずっとこう感じるように、はい、触れたら、あ、いいですね。はいはい。まあでもそんなに力まなくてももう全然残り170ぐらいなんで、はい、はい、もうじゃあ、はい、うん、ナイス。オッケー、ナイスです。ありがとうございます。いいとこです、ナイス、はい、また引っかかっちゃいましたけど、いや3打目、50ヤードぐらいですね。お酒のやつだな、もう。ああ、ナイス、ナイス、おお、止まった、ナイスショット、ナイス、やばい、3-4、はい、3-4、パパッといけますね。よし、うまい、おー、うまい、やった、4-4、おー、ナイス、ナイス、ナイス、手距離が、手分け？手分け。入った。ああ、惜しい。終わりじゃない？終わり。すいません。練習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 。ナイス。じゃ引っ掛けってことで、ナイス。すいません、もらっちゃいました。逆に助けてもらっちゃいました。いえいえ、ということで3-1になりました。やばいっすね、肉が食べられない、やばい、お肉があるの。あと3ホール全部勝たないと勝てない。そうですね、おー、セーテマ2ホール勝って最後に持ち越し、ファイヤー。これピンチ。